市ニュースの時間です。本日お伝えするニュース内容です。今年最初の記者会見となる新春記者会見を1月4日市役所で開きました。はじめに峰達郎唐津市長が、唐津プライド、誇れるふるさと唐津の創生から飛躍につなげていけるよう、職員一同気持ちを新たに取り組んでいきますと年頭の挨拶を行いました。また峰市政3年目となる今年を起承転結の点と位置づけ、生産、観光、教育、安心、発信の5つの唐津力を発揮したまちづくりが躍動するよう施策を進めていくと決意を述べ、双子の旧唐津赤十字病院跡地に唐津市保健センターを移転し、合わせて唐津市歯科口腔保健センター、唐津休日歯科診療所を新設した唐津市健康サポートセンター3手を今年の4月にオープンすることや、クルーズ船の誘致について、昨年唐津港に寄港した外国船は4隻だったものが今年は12隻予定していることなどを紹介しました。このほか名古屋城跡の活用や市民会館の施設改修や建て替えについてなど報道陣と意見を交わしました。この新春記者会見の模様は YouTube の唐津市公式チャンネルで配信する予定で、会見終了後おおむね 2,3 日のうちに公開します。1月14日の成人の日を前に、市内で一足早い成人式を開催し、鎮西、呼子地区と肥前地区の新成人が大人としての第一歩を踏み出しました。呼子地区と鎮西地区の成人式は中学校の統合により今年から合同で開催することになり、会場の名古屋城博物館には開成中学校卒業1期生91人の新成人が集まりました。式典では峰達郎唐津市長の式辞に続き、田中秀和唐津市議会議長が祝辞を述べ、新成人の門出を祝いました。新成人の自己紹介では近況報告や今後の抱負などを一人ずつ発表し、親や地域の人たちへの感謝の気持ちを伝えていました。新成人者の意見として、呼子地区の中道茜さんが、感謝の気持ちとこの地で生まれ育った誇り、成人としての決意を心に刻み、これからの人生を歩んでいきますと、名古屋地区の川崎亮太さんが、今まで出会った多くの人たちへの感謝を忘れず、これから出会う多くの人とのつながりや得るものを大切にしていきたいと、それぞれ新成人を代表して述べました。最後に、打ち上げ地区の北村優香さんが、一つ一つの経験を大切にし、周囲に感謝の気持ちを忘れず成長していきますと、謝辞を述べ、式典を締めくくりました。肥前文化会館ハーモニーで行った肥前地区の成人式には、男性36人、女性24人の合わせて60人の新成人が出席しました。式を前に、霧後小学校の子どもたちが和太鼓演奏を披露し、力強い太鼓の音で新成人の門出を祝いました。式では川添肥前市民センター長が式辞を述べ、成人を祝いました。新成人の主張では、社会人としての決意や資格取得に向けた意気込み、両親や恩師への感謝の気持ちなどを新成人一人一人が堂々と発表しました。この後、岩本清さんが謝辞を述べ、これまで支えてくださったすべての皆さんに感謝すると同時に、一人一人が自分の行動に責任を持ち、社会の一員として常に向上心を持って前進しますと決意を新たにしました。最後に、
中学時代の恩師から激励の言葉が送られ、新成人たちは恩師の熱いメッセージに真剣な表情で聞き入っていました。唐津市の成人式は13日まで市内各地区で行われます。成人式の模様は1月28日から2月10日まで市内全会場をダイジェストで放送する予定です。放送時間は番組表でご確認ください。また1月28日からは YouTube の唐津市公式チャンネルでも配信予定です。平成31年唐津市消防出初め式を1月6日、唐津駅前のシンボルロードや市民会館で行い、唐津市消防団9師団の消防団員や消防関係者が地域の防火・防災への決意を新たにしました。出初め式では初めに唐津市消防団の田久保朝吉団長と折尾誠消防長が峰達郎唐津市長に人員報告を行いました。このあと峰市長と来賓が整列した各師団の団員を観閲しました。出初め式には旧師団の消防団員をはじめ消防本部消防署の職員などおよそ1100人が参加し、団員たちが軽快なラッパ水槽に足並みを揃え堂々と分列行進を行ったほか、消防署車両隊、消防団車両を披露しました。このあと市民会館で式典を行い、峰市長が今後も市民の安全と安心を守るため一体的な消防防災活動に努めていただきたいと告示し、唐津市消防団の田久保団長が近年は災害も多様化し消防団活動も幅広くなっています、日頃から有事に備えて訓練に励んでくださいと訓示しました。市長表彰では長年消防業務に従事し模範となる活動を称える消防功労賞や消防業務に協力した企業に峰市長から感謝状が手渡されました。また来賓の田中秀和唐津市議会議長が団員の労をねぎらって挨拶しました。式典終了後、市役所前の肥後堀では旧師団による一斉放水が行われ、団員たちは地域の安全を守る決意を新たにしていました。唐津市消防団大津師団に大正時代から受け継がれている新春恒例の放水競技河原落とし競技大会を1月6日大津中学校グラウンドで行いました。大会には午前中の出初め式を終えた唐津市消防団大津師団の団員250人が集まりました。競技を前に大津師団の梶山義人師団長が、この大会は大津師団の伝統競技で実戦を想定した競技です、日頃の訓練の成果を発揮して優勝を目指してくださいと訓示しました。このあと各部対抗の放水競技河原落としが始まり、20チームが出場しました。競技は1チーム9人編成で3チームが同時にスタートし、80メートル先にあるポンプと貯水槽を目指します。そこから5本のホースを延長し、7メートルの高さに吊るされた河原に放水して落とすまでのタイムを競います。大津師団の河原落とし競技大会は大正時代に行われていた提灯落としから引き継がれている伝統行事で、今回で73回を数えます。競技の結果、平山分団第15部の平山下が優勝、分団では平山分団が優勝しました。日本モーターボート選手会佐賀県支部に所属する唐津市出身のボートレーサー峰竜太選手がボートレース界最高峰の SG 競争で優勝を飾り、1月7日
峰達郎唐津市長に優勝を報告しました。はじめに峰達郎唐津市長が峰竜太選手に花束を手渡し優勝を祝福しました。峰選手は12月19日から6日間にわたり大阪府のボートレース住之江で開催されたボートレース界最高峰の SG 競争ボートレースグランプリで見事優勝を飾り賞金1億円を獲得しました。2004年に唐津でデビューした峰選手は SG 競争に次ぐ G1 競争で8度の優勝経験を持ち SG 競争では昨年7月のオーシャンカップに続き今回2度目の制覇を成し遂げました。報告を受けた峰市長は優勝おめでとうございます、唐津の誇りとしてこれからも素晴らしい走りを楽しみにしていますと期待を寄せました。またこの日は峰選手が唐津市のマリンスポーツの発展に役立ててほしいと優勝賞金の一部100万円を唐津市に寄付しました。最後に本当にこんな大きいタイトルが取れて、すごいもう心から喜んでます。グランプリ覇者等は周りから言われるわけなんで、それに恥じないレースをし、去年以上の成績を残したいなと思ってます。高校文化部のインターハイと呼ばれる第43回全国高等学校総合文化祭が佐賀県で初開催されますが、1月7日は実行委員が市役所を訪れ峰達郎唐津市長に文化祭を PR しました。市役所を訪れたのは第43回全国高等学校総合文化祭の銀英研修部部門の宮崎美優生徒実行委員長と書道部門の大久保舞生徒実行委員長など関係者8人です。文化部のインターハイと呼ばれる第43回全国高等学校総合文化祭には全国からおよそ2万人が出場し、演劇や合唱、郷土芸能など23部門で優勝を争います。佐賀県では初開催となり、7月27日から8月1日にかけて県内各地で競技が行われ、唐津市は銀英研修部部門と書道部門が主会場となっています。訪問を受けた峰達郎唐津市長は全国から集まる高校生の活動を全力で支援しますと激励しました。全国からたくさんの方が来られると思うんですけど、唐津のことを知らない方々が来られると思うんで、もっと唐津の魅力を知っていただいて、唐津の良さだったり、それでまた銀英の良さだったりと、またいろいろ知ってもらえたらいいなと思ってます。書道部門は全国47都道府県から激戦された300点の作品が集結します。また交流会や開閉会式でたくさんの交流をします。その中で佐賀県や唐津市を PR し、来てよかったと思ってもらえるようにしていきたいと思います。ニュースをお伝えしました。続いては唐津市からのお知らせです。唐津市水道局からのお知らせです。これからの時期は寒さが厳しくなります。気温がマイナス3度からマイナス4度以下になると、防寒が不完全な水道管は凍ったり破裂したりする恐れがあるため、十分にご注意ください。水道管の凍結を防ぐには、むき出しになっている水道管に使い古しの毛布やタオル、市販の保温剤を巻きつけて水道管を保護しましょう。また
毛布やタオルなどを巻きつけた上からビニールなどで覆って毛布などが濡れないようにしましょう。他にも水道管の蛇口から少しずつ水を出しておくと水道管が凍りにくくなります。メーターボックスの凍結を防ぐにはメーターボックスの中に使い古しの毛布やタオルなどを入れメーターボックスの上に段ボールなどを乗せて保温してください。水道管が凍ったときは水道管にタオルをかぶせてその上からゆっくりとぬるま湯をかけて溶かしてください。水道管が破裂してしまった場合はまずメーター横にある止水栓を閉めて水を止めて唐津市の指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。平成28年西日本寒波は市民の皆さんの記憶にも残っているのではないでしょうか。この時は唐津市でも水道管が寒波により凍結・破損した件数が把握しているだけでも1747件あり、このうちの約7割が防寒対策が不十分な露出管が破損したものでした。特に佐賀地方気象台から低温注意報が発表された場合は凍結の恐れがある屋外の水道管や蛇口は保護してあげてください。ご不明な点がある場合は水道局管路サービス電話 72-9148 までお願いします。以上、唐津市水道局からのお知らせでした。お互いを認め合い、男性も女性も活躍できる職場づくりについて考える男女共同参画を推進する勉強会を1月8日南城内の市民交流プラザで開きました。勉強会を前に中江勤副市長が今日の勉強会で学んだことを皆さんの職場に生かしていただければと挨拶しました。この勉強会は男性も女性も活躍できる職場づくりについて考えてもらい男女共同参画を推進しようと市が開いたものです。勉強会では若手経営者の主張発表や職場における女性活躍推進の取り組み事例が発表されました。このうち唐津土建工業株式会社の木村武課長は経営に生かす女性活躍推進のテーマで発表しました。木村さんは佐賀労働局から女性が職場で活躍できる事業所を認定するエルボシ認定の取り組みを進められ女性従業員の雇用拡大や看護休暇を有給で取得できる女性が働きやすい職場環境の整備を進めたことなどを発表しました。その上で男女共同参画を推進する注意点を次のように呼びかけました。男性社員に女性優遇と感じさせないことですね。取り組みを始めたばっかりの時によかね女の子ばっかりっていう言葉をポロッと聞いたんです。女性活躍イコール男性活躍という意識で取り組まないといけないよねっていうことをそこで改めてですね、学びました。この勉強会の模様は後日
ご覧のチャンネル唐津の特集番組で放送する予定です。大きな松明の火柱で鬼を追い払い、1年間の無病息災を願う伝統行事、おんじゃおんじゃが1月7日、十人町の唐津天満宮で行われました。午後6時、唐津天満宮で行われた一人式では、お祓いを受けた後、松明にご神火が灯されました。この後、直径およそ1メートル、長さおよそ10メートルの大松明を、地元の消防団員およそ30人が担ぎ上げると、おんじゃおんじゃの力強い掛け声を響かせながら町内を練り歩きました。400年以上前から唐津天満宮に伝わるこの伝統行事は、正月の間、各家庭などの玄関で鬼の侵入を防いだ門松やしめ縄などを焼き、鬼を天に追い払うもので、平成2周年に市の重要無形民俗文化財に指定されています。町内の鬼を追い立て、神社に戻った大松明に参道入り口で火が灯され、鬼を神社境内に閉じ込める儀式として境内を参集し、見物客が持ち寄った正月飾りや門松の山に燃え盛る大松明が垂直に建てられました。パチパチと音を立てながら炎が勢いよく夜空に舞い上がると、見物客は今年1年の無病息災を願っていました。このおんじゃおんじゃの日にあたると、無病息災、家内安全が叶い、また焼けた松の枝を屋根に乗せておくと火事に合わない、商売が繁盛するなどの言い伝えが残っていて、見物客は焼けた松の枝を持ち帰ったりしていました。ニュースをお伝えしました。続いて、体育の森公園付近で羽を休める鳥たちの様子をご覧ください。はじめに、チャンネル唐津で来週放送する番組のご案内です。14日から20日までの特集番組は、健康セミナー in 唐津を放送します。唐津市健康マイレージ事業唐津ウェルポの概要説明と講演の2部構成で、講師は株式会社 DHC 特別研究顧問で医学博士の鴨原聖華さんです。放送開始時間は午後1時30分、午後4時30分、午後8時30分です。14日から20日までの特集番組の再放送は、明治維新150年 PR 動画、明治維新と唐津を放送します。幕末から維新期にかけての激動の時代を唐津藩がどう乗り越えたのか、2部構成でご紹介します。放送開始時間は午前9時30分、深夜1時30分です。
14日から20日までの各課からのお知らせは図書館だよりを放送します。今回は新しい本の紹介とイベントの案内をお届けします。放送開始時間は午前6時30分、午前8時30分、午前11時30分、午後3時30分、午後6時30分、午後11時30分です。チャンネル唐津ではできるだけ多くの人に見ていただけるよう各番組を再放送しています。放送時間は地方唐津や市のホームページでも確認できます。ぜひご覧ください。また図書館では過去の特集番組の DVD を無料で貸し出しています。見逃した特集番組やもう一度見たい特集番組がありましたら、ぜひ利用してください。詳しくは近代図書館と大地図書館にお問い合わせください。引き続き1月7日に唐津天満宮で行われたおんじゃおんじゃの様子をお楽しみください。待って、少し我慢しよう。